浮世絵に描かれた力士。稲川正之助。歌川国吉の作品。力士とは、相撲をする人間のこと。厳密には、相撲部屋に所属して仕込めを持ち、番付に関わらず大相撲に参加する選手の総称。相撲取りとも呼ばれる。しばしば関取りと呼ばれることもあるが、元来は、大関のことを指す衣装であり、現代では十両以上の力士のことを指す。 幕子大下の力士は、力士お勢員と呼ばれる。また、本来は神事に関わるものであるため、日常会話では親愛と尊敬を込めてお相撲さんとも呼ばれる。ワンパク相撲や大学の相撲部などのアマチュア相撲で相撲を取る者は、仕込名を持たないため厳密には、力士ではない。力士の手形相撲はもともと神前で行われ、日本固有の宗教である神道に基づき神に、 奉納される神事である。力士とは、込名を持ち、信託によって、神のより台になり特別な力を備え、神からのご利益のある特別なものである。具体的には屍を踏む、しことは、込めの、屍を表し、けがで邪気を払う行為。それによりその土地に、五国法上や、無病息災をもたらすと言われている。また、力士に赤子を抱いてもらうと、 その子は健やかに育つと言われている。手形などは縁起物として陳調される。力士の中で最高位のものを横綱と呼び、すべての力士の象徴と、大将の刀を博士志武士と同じ待遇であった、力士実際に相撲を取る際には、回しだけを身につけ、足は素足、上半身裸で競技に臨む。髪の毛は伝統的に曲げを言っており、番付けによってその形が異なる。 重量以上の力士は大いちょうを言い、幕主対価の力士はちょんまげを言う。ただし、幕主対価の力士でも重量との取り組みがある場合や、弓取り式を行う際には大いちょうを言うことができる。また、重量以上の力士は、土俵入りの際には、色とりどりの化粧回しを身につける。取り組みや稽古以外の場での服装は、素材や種類こそ違えど、外出の際には全員着物を着ている。 女の口では、浴衣のような乾燥な着物だが、女二段から羽織の着用が許され、幕下から街灯や襟巻きも着用できるようになる。重量からは清掃である紋付羽織袴の着用を許される。履物も番付によって細かく規定されており、幕下以上は、旅の着用を許されたり、三段目以上はセった、それ以下は下駄を履くこととなっている。 自分の部屋にいる時などは洋服も着る。幕下以下の力士が所属部屋の内外で T シャツやジャージを着用している姿はよく報道される光景でもある。番付における出身地の表記は江戸時代にはお抱え藩の藩名が記載されたが明治からは旧国名となった。1934年5月場所からは序の口に至るまで個人別に明記するようになり、 1948年5月場所場所からは都道府県名に変わっている。ただ、本人の届けたところを表記しているので、必ずしも出生地とは限らない。場内アナウンスでは、都道府県名、国名が呼び出されており、重量以上の取り組み時には、それに加えて市町村名、外国出身力士の場合は、行政区画の地名も呼び出される。例外として、 ハワイ出身力士は、ハワイ、10両以上の取り組み時にはそれに加えて、島の名前が呼び出される。詳細は、大相撲力士の条件と、大遇を参照江戸時代には関所を通行するには、通行手形が必要だったが、力士は、その大きく筋肉質な体つきから、他の者のが、関所破りのために力士に変装するのは困難であると、され、通行手形がなくとも通行することができた。 力士の他に通行手形がなくても通行できたのは旅の芸人だけであるが芸を見せて石所の役人を納得させる必要があった。江戸幕府は1827年大名抱への力士は武士とするがそれ以外は浪人であるという見解を示した。召し抱えられた力士以外はすべて浪人とする解釈は多少強引とも言えたがこれにより農民や町人でも 力士になることにより武士、老人身分を手に入れることができた。2013年12月に、慶応義塾大学スポーツ医学研究センターが、当時の幕内力士25人を対象として、BOD ポットによる測定を行った結果、平均身長 186.3cm、平均体重 161.2kg、平均体死亡率32.5%、 平均体脂肪量5 2 9キログラム、平均女子亡体重1 0 8 3ラムという数値が現れた。入門時と比較すると、変化の小さい力士でも2 0ラム、変化の大きい力士では7 0ラム以上の体重増加が見られた。中でもモンゴル出身の上位3人の力士は、入門時の体重が8 1ラム台だったのが、12から、 3年かけて130から1 5 0ラム台まで増加し、その間に女子脂肪体重が35から4 5ラムも増加していた。このことから力士の体は脂肪だけでなく筋肉も伴った肥満体であると言える。過去には暴飲暴食と土俵の稽古で体を作り上げていたが、千代の富士が怪我の克服のためにウェイトトレーニングを取り入れたことを契機に徐々に トレーニング方法も近代化。2010年代には、部屋稽古の後に、ジムで補完的なトレーニングを行う力士も現れている。栄養学的なバランスを考えた、食事の普及など、故障しにくい体づくりが意識されるとともに、医療技術も、工場、2010年代以降は、力士の現役寿命が伸び始め、通算在位記録の上位がほとんど書き換えられる、現象が起きている。 2019新型コロナウイルス感染拡大により、勝負師刊誌が死去した際には、勝負師が抱えていた糖尿病が死去の原因の一つとなったことから、力士の不節生の有無について取り沙汰されたが、時事通信の記者、若林哲司は、むしろ、大酒飲みが減り、肝臓、膵臓、腎臓といった内臓の疾患やさらに昔の活気など、 力士の職業病は減ったように見えるとの見解を示した。1891年には、二国力士官を茂千あるいは、米国の力士席を茂千が相撲工業に参加したとされる。外国人力士初の横綱明けぼの、力士になるための条件に、日本国籍は含まれないため、外国籍を持つ者が力士になることもできる。高さんが、 外国出身外国人力士として初めて重量に昇進、関分けにまで到達したのを皮切りに、小西紀が大関まで昇進して人気を集め、明けぼのが外国人初の横綱昇進を果たした。これに、武蔵丸が続き、その以後、外国出身力士の横綱昇進が続いていた。二千八年初場所の時点では共に、モンゴル出身の朝昇龍と白鵬が、 東西横綱を務めた。また、2014年には大相撲史上初めて3人の外国出身力士が横綱に在位することになった。一方、日本人横綱は2003年1月場所で高野花が引退した後、2017年3月場所で木瀬の里が昇進するまで14年間いなかった。1990年代までは、 ハワイ出身のアメリカ人力士が多かったが、2000年代に入ると、白鵬をはじめとするモンゴル出身力士が大勢を占めるようになった。また、2000年半ば以降になると、古東欧州やバルトなどのヨーロッパ出身の力士が幕内上位で活躍するようになった。野球やサッカー等の外国人選手と異なり、外国人力士も日本語を身につけ、 相撲部屋で日本語でコミュニケーションしたり、取り組み後のインタビューに日本語で答えたりする必要がある。2020年1月場所の番付では、幕内42人のうちモンゴル出身力士は5人。かつては、モンゴル出身力士が幕内の3割近くを占めた時期もあったが減少したことに関して2020年初頭の報道では、モンゴル国内が豊かになっておりはゆる。 ハングリー精神を持つモンゴル出身力士が減っていること、モンゴル相撲の実業団が人気になって大相撲への憧れが一段落したこと、日本に相撲留学して大相撲力士にならずに日本の相撲指導者になるという進路もモンゴル人、留学生が検討するようになったことなどが指摘されている。安定志向がモンゴル人の中に根付いているという、強度との強い関係性が 大相撲の重要な魅力とも言われており、外国人力士が不祥事を引き起こすこともあったため、日本を代表する競技としての特色や品格に照らし、彼らが多数上位で活躍することを心よく思わぬものは少なくない。このような状況から、外国人力士の人数を制限する枠を設ける動きが90年代初頭から存在した。1992年、小西 アケボノラの躍進を機に、師匠会の申し合わせで、現役の外国人力士を総数40人以内に、収めることが定められた。その後数年は、どの部屋も外国人力士の採用を自粛してきたが、1998年から再開され、モンゴル人力士らが流星する。そして2002年、先の40人という枠を撤廃する一方、外国人力士は1部屋1人までと制限する。 更更。新に変当時相撲部屋は54部屋なので54人が上限となった。それでも政権は外国人力士つまり外国籍を持つ力士にしか及ばないためこれを利用して力士に日本国籍を取らせ新たに外国人を弟子に取る部屋が後を絶たなかった。2010年1月場所時点で外国出身力士の総数は57人に及んでいたという。 さらに2008年のロホーラの対話問題や2010年1月の引退まで朝昇流が起こし続けたような騒動の再発防止という必要もあって同年2月23日に理事会は先の制限を帰化者含む外国出身力士を1部屋1人までに制限するものへ強化することを決定したただし日本の国籍法は国民の区分を認めておらず 帰化した力士は同じ日本人であるため、帰化者まで制限するのは日本国憲法が定める法の下の平等に反するとの指摘もある。なお、一部屋一人の規則を制定する前に外国出身力士が複数に入門していた場合や消滅した部屋から所属力士を引き取った場合はこの規則に違反するものとはみなされない。制限が日本人力士の育成や 伝統的な相撲文化の維持発展につながるという考え方も強いが閉鎖的で国際化の流れにそぐわないとか人種差別であるとの批判もある。元横綱、明けのは引退後に試験として来たい人はどんどん入れるようなシステムでいいと思います。僕らの頃は逆に人数のシステムじゃなかったので、東間部屋や高砂部屋に複数のハワイ出身力士がいました。 システムを作っても辞める人は辞める。将来の相撲界を考えた場合、システムをあまり固くしない方が帰っていいんじゃないかというのが僕の持論ですと述べている。現在相撲部屋に所属している外国出身力士及びかつて大相撲にいた外国出身力士の出身地は次の通り。ここでは日本国籍の有無を問わず実際に番付上で 出身地として発表されたもののみを記載する。ありがとうございます。